全国の国公立大学では個別に行われる二次試験の前期日程が今日から始まり、県内でも4つの大学で受験生が試験に臨みました。このうち、奈良市の奈良女子大学でも817人が試験に挑みました。教室では問題用紙が配られる直前まで、参考書やノートに目を通す受験生の姿も見られました。 県内ではこのほか、奈良県立大学、奈良教育大学、そして奈良県立医科大学でも前期日程の試験が行われました。各大学では3月上旬に前期日程の合格発表があります。